おはようございます。ワゴニアライフスタイルユートです。 Day 4、 今日はやっと解体したゴミを捨てに行きます。別荘から多分車で10分15分ぐらいのとこに廃棄物センターみたいなとこがあるんで、捨てに行って家の中空っぽにしてもう一回作業やりやすいようにします。時間があれば作業を進める予定で、今日はね涼しいから頑張っていきましょう。はい、よし、今日はマイカー、マイ軽トラでゴミ運べるように来ました。俺の軽トラ、レッツゴー。解体始まりです。ユートの解体ショー、ヒカルは風呂場の天井解体ショー。解体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 、基礎下が見えてきて、竹の枯れたのがめっちゃ出てきます。竹ってすごいね、マジで。笹かなこれ、わかんないけど、まあとにかく壊すのって大変だよね。ゴミ捨て行ってきて綺麗になったと思ったら、またゴミの山でした。やります。あ、ヒカルが風呂の天井壊してくれました。確認します。お、綺麗になったね。もう入れるじゃん。いいね。野生のソテツと空。今日も、前回の続きです。今回は一人なので頑張っていきます。壁壊しやるぞ。壁壊して壁壊し、石膏ポートの掃除して、とにかく掃除掃除掃除、また壊し。疲れますよね。で、畳も邪魔ですね。木も邪魔ですね。とにかく全部邪魔ですね。壊してきます。トイレの前の壁たちも全部やっちゃいます。本当はこんなにやる予定じゃなかったけどね。もうやるなら全部壊してしまおうってことで壊しております。だから石膏ボードの山がすごいです。このゴミ捨てが結局一番長いよね。ということでやってきました。しかし綺麗になってきたらね、嬉しいよね。本日はここまで。綺麗になりました。あとちょっと石膏ボード残ってるんでね、それは明日やります。
ートサーフィン行って、今日はここで寝たんですよね。ここにね、網のテントがあって、まあ寝れなかった、怖すぎて。次の日、ずっと天気が良かったです。今日は朝一サーフィンして、で友達と一緒にサーフィンしてから、その友達も来てくれて、で2人はその建築系をやってるから詳しいんでね、ちょっと見てもらって、相談乗ってもらって、はい、今回こちら終わりました。帰った後ね、一人で帰ってくるんで、疲れすぎて、とりあえず作業で、ここまで終わりです。どこをやったか全く覚えていませんね。ここら辺も押し入れすべて解体、あとここのこちら畳のゴミと木材のゴミ、あちらが石膏ボードのゴミでございます。すべて抜きました。あとトイレのちょっとここ奥にコンセントあったりとか、あと後ろちょっとね硬くて、これが音出ちゃうんで、今日はちょっとやめときます。あとやることはここの床2つ、解体ですね。あとトイレの壁で、ここら辺もだね。まだまだやることがありますね。成長してます、日々成長。今回の最後の日、さあ頑張ろう、やっていこう。はい、今回は値段までいきます。できれば全部生かした見せたい。頑張れ頑張れ、時間との勝負。あとゴミ捨ても行ってもらって、かなり掃除しました。はい、今回の成果です、はい、なんとですね、はい、ちょっと全部はいけませんでした。でもこっちね、ゴミ基礎の中のゴミとかも全部きれいにして、半分は終わりました。次回半分やっていきます。白い殺虫剤も来ました、基礎の後。はい、負け。軽トラライフスタイル、ヒカルです。とかやってみたりして、で今日は、ゆうてくんの別荘 DIY シリーズお手伝いで来てます。東京を朝の6時に出て、9時ぐらいにプロに着きました。そこから作業して、今16時前ぐらいですかね。まとめて出たゴミを捨ててきました。僕は今お手伝いをしている中で、すごいまあ楽しみながらワクワクしながらお手伝いさせてもらってるんですけど、まあ、今回今喋ってるのは、なんでまあ別荘を彼が買おうと思ったのかとか、きっかけとか経緯ちょっと聞けたんで、ね、話せたらと思ってます。まあなんかコロナ期間中、まあ、きっかけなんですけど、知り合いの人が別荘買って DIY 自分でして、エアビーでとか自分でちょっと生活したりっていう楽しみ方をしてるっていうお話がきっかけで、まあいずれそういうことをやりたい、まあ3年前ぐらいですよね。だからきっかけはすごいなって思うところは、飲食店経営してる人でコロナ期間中すごくしんどかったと思うんですけど、こういう前向きなエネルギーを常に発信する感じとか、もう割となんか聞いてて、計画してたの最近だったんだなって思って、行動力というか、やろうと決めたことをやるスピード感と実行力、本当にまあ普段の中からそこはすごいなって感じるところで、ちょっとなんかそこはリスペクトして尊敬してる部分なんですけど、高校も建築家出て
今一緒に作業しててもやっぱりすごい材の知識とか、まあ、工具の使い方とかやっぱすごい詳しいですね。飲食やってるからどうやってついてんのかなっていうふうには思ってたんですけど、バキバキやっぱ作業だけじゃなく知識もあって、でなんか面白いのはやっぱりこう YouTube ではなかなか伝えられない部分だと思うんですけど、すごいこう事前に計画してます。設計図書いてみたりとか、こういうのどうとか話してくれたりとか、なんかすごい楽しみながら空き時間でいろいろ準備してくれてたりとか、前向きにやってる感じが刺激的で面白いです。どうなっていくか、いつに終わるのかわからないですけど、僕もすごく楽しみにしてるんで、彼が作る今後の家一緒に見てもらえたら、応援してもらえたら嬉しいです。以上です。